さあ次は吉本さんの真向かいに。そうです、はい、リビングギフト寺本酒屋さん。あ、こちらはどんなお店なんですか。はい、日用品や雑貨、そしてですねギフト商品を預かってますけど、はい、あの別に有名なのがその朝で一番大きいプロパンガス屋さんでもございますので。あ、なるほど、はい、あの今はもうみんな車ないんですけどもですね、はい、あのいろんなところでライフラインの工事をまだしているところじゃないでしょうか。あ、復旧活動に。そうですね、ただここも傷跡がまだいっぱい残ってて。あ、本当ですね、道路際が全部上がっちゃったんで。あ、そうだったんですね、はい、ではお店の人がみんないなくなりました。カメラを見て私たちを見ていなくなっちゃったんでしょうか。はい、まー、あ、ちゃんテレビこんにちは。こんにちは、はい、お店地震後の様子はどうだったですか。うちがですねプロパン業をしてますので、はい、やっぱりあの被災されてあのやっぱりプロパン の, とあのお客さんがですねあの家を出ていかなくちゃいけないような感じになって取り外した家がやっぱり何軒かあったというぐらいですね。まあ、あの生活用品からあの業務用品まで揃ってますしですね、やはりこの何ですか、阿蘇の一番品数の多いお店でございますので、はい、商店街の、同級生で2人でずっとやってきたもんです。ではあのせっかくですので、はい、カメラに向かってこれからの意気込みを一言。お嫁さんは、まあ、あ、そうなんですか。まあ、いろいろと頑張っていきますので今後もよろしくお願いします。いいですか、こう連絡先とか花嫁募集中とか。大丈夫、花嫁募集中はお願いします。わかりました、はい、すいません突然お邪魔しました。ありがとうございました。さあ今度は、あ、こちらは、はい、うちの牧の和菓子といえば、はい、旧香堂。あ、朝のお土産といっても旧香堂という感じで、うん、はい、今日は今金の里志さんと内巻商店街の元気な様子をお伝えしに回ってるんですか。はい、お店はいつ頃から開けていらっしゃったんですか、地震後は。5月4日からですね。はい、じゃあもう連休中、お客さんはいつもと比べて少ないですね。ちょっと、はい、減ってます。あのこちらのおすすめの商品とかね、あの地元の方もファンの方が多いと思いますが、はい、やはり、ね、疲れた時にこう甘いものを求めてくる方も多かったですか。そうですね、はい、里志さんのお気に入りはどれですか。私はですね芋もえもなんですけどもですね、はい、あのやはり阿蘇の固有が子供の頃からのやっぱり一番大好きな食べ物でございます、はい、クリームの入ったバームクーヘン、はい、こちら旧香堂さん、はいはい、甘いものを食べたい時にはこちらにお越しください。よろしくお願いします。すいません、ありがとうございました。ここが、うちの巻商店街の、そうですね、地図になります。大体地図になっておりますですね。阿蘇山を向きにしてからの地図になっております。今いるのがこちらになります。現在地。じゃあここの井野書店さん、はい、に。井野書店さんは本屋さんなのにここには駄菓子が並んで。はい、昔から、はい、ですね、うん、お菓子は少しずつ置いてたんですけど、うん、きっかけは、九州北部豪雨ですね、うん、あれから店内の改装した時に、うん、それから子どもさんともう高齢者向けのお店にしようということで、うん、駄菓子をいっぱい揃えてみました。お店はいつ頃から再開されたんですか。それがやはりですね、国道と JR が通らないということで、もう幹線道路が全くもう交通機関通れないので、本の配送というかそちらが全くできない状態で、週刊誌とか月刊誌、そうですそうです、で商品が入らないことにお店を開けることができなかったので、だから1週間ぐらいしたらやっと配送ができるようになったので、それから営業しました。はい、やっぱりお客さんは前の通りとはいかない。残念ながらお客様は減っております。はい、ただあの学校も再開して子どもさんたちの元気な声が聞けるようになったので、それはもうとても良かったです。はい、まあこんな状態で阿蘇は大変になりましたけれども、これ熊本県九州全部のことなので、やはりですね皆さんも強い気持ちを持って一歩ずつ確実に前進していきたいと思います。だからみんなで一緒に頑張りたいと思います。ありがとうございました、はい、すみません突然お邪魔しました。